です。澤部優です。この時間はハライチのターンをお送りしております。はい、先日ですよ、日本とセネガル戦あった日、まあ、家族で外食をしましてね。で、ちょっとほろ酔いで帰宅をし、で、もう子供たち寝るっていうか、子供たち寝かせ、一緒にこう寝かせながらこうやってると自分も寝ちゃうと。でもサッカーあるから、12時からだったでしょ、試合が。だから11時50分ぐらいにアラームをさ、セットして、もし寝ちゃった時のためにね、10時50分して。そして案の定やっぱ寝ちゃっててね、澤部は。11時50分に起きて、で、リビング行ってさ、テレビつけて。でももう奥さんとかもう子供たちは全然、奥さんもあんま興味ないから、サッカー。寝かせたまんまさ、俺自分で、ちょっと、で、なんか、ほろ酔い、ちょっとほろ酔い、まだお酒も残ってたからかわかんないけど、テレビつけてさ、そしたらちょうどセネガル国歌中だったの。セネガルの選手が歌っててさ、酔っ払ってたからかわかんないけど、なんか一人でさ、俺も、いや、ちょうどセネガル国歌が見たかったんですよ、みたいな、なんか一人で。一人でなんかさ、ワールドカップでテンションも上がってるからね、セネガル国歌ちょうど見たかったんです。なんだよみたいな、なんか一人でなんかやってんだね、気づいたら。こいつは。はってなったけどさ。人格が2つあるから。で、まあ、ちょっと、やっぱり、一人だけどさ、お酒飲みながら、飲み直しながら見ようと。つって、ちょっとお酒と。で、その外食の帰りに、ブリのお刺身も買って、たからさ、ちゃんとそれに合わせてブリのお刺身とちょっとこう精一杯やりながら見ようっつって、で試合始まってさ、結局岩井は見てたの？見てないよ。見てないんだ。だって次の日俺おはスタだったからね。もう4時だよ。ああ、まあそうか。だからそうで、なんだかニュースとかでしか見てないんだ。前日にタクシー乗ってさ、したらなんか今日楽しみっすねみたいな、運転手が。だその前日でおはスタの前日、その日で今日夜楽しみですね、どっち勝つと思います？いや、そんな好きじゃねえ人もいいんだから、その感じでまずまあそうね、それは確かにね。すげえやだったわ、あれ、あのタクシー。それを今ぶつけなくて。だから、まあ、それでお酒ちょっと飲みながらさ、試合始まってね。そうするとちょっとこうセネガルペースなわけ。最初。ガンガンちょっとキープされて、攻め込まれて。で、結構早い段階に失点するんですね。これはもう皆さんご存知でしょうけど。で、失点して、これももうさ、一人で見ながらね、嘘だろと。それみんな日本中がなってたと思うけど、嘘だろ、はぁ、はぁ。はーってなんかもう気持ちもこうさ、一気にガーンと下がって、はーって言ったらもうちょっとおしっこしたくなっちゃってさ、お酒も結構入ってる。おしっこ行って、俺もうお酒飲むとすごいから、おしっこの量。おしっこして、で、まあ戻ってきてさ、はぁ、やばいやばいよ、これやばいよ、やばいよーつって見ながら。そしたらだんだんね、点が入った後は、セネガルもちょっとなんかこう、落ち着いたというか、ちょっと引いて、で、日本がこう、キープし始めるね、ボールをさ。守りに入って。なんかね。で、ああ、いい感じだと。あ、これいいぞ、いいぞ。この調子だ。俺も別にサッカーわかんないけどさ。なんかいい感じだ。それでよく楽しめるよね。めちゃくちゃ楽しいんだから、それでも。よしよしよし、なんつってさ、またちょっとトイレ行きたくなってさ。で、トイレ行って。で、またジョボジョボジョボ、つって。で、終わって、戻ってきたら、なんかもう乾が喜んでてさ、同点になってる。まずそれね。最悪じゃん。うわーってなる。うわー、4年に一度ワールドカップの得点シーン。そのために見てるんだ。いや、そうだよ。どんなに勝ち進んでても、得点シーンなんて数えるぐらいしかないわけだから。そんな入んないからね。そうだよ。それを見逃してんだ、一個。そうだよ。お前らみたいなサッカーわかんないやつなんかそこしかないじゃん。点が入った時の興奮しかないんだから。それを逃してんだよ。そうよ。はって。もう、嬉しいよ、同点になって。でももう俺は見れなかったことがさ、はぁ、今回あれなんだ俺。ふざけんなよみたいな。もう一人で夜中、イライラしながらさ、もうそっからちょっと焼け酒みたいな、はぁみたいな。で、そのまままあ、ハーフタイム入って。でももう後半はもう絶対こんなことないようにしよう。集中して臨もう、うん、だからハーフタイム入って後半戦始まる直前にもう一発トイレ行って、出してすっきりさせて、うんでもう後半はトイレ行かずもう集中して、見よう、うん、つってで後半始まって、うん、でもうお酒もうビールも4本目ぐらいよすげえ飲んでんじゃんお前一人で進んでって、で後半始まってこう見てたらクーンってはクーンって犬が犬かそうお前んちの寝てたんだけど俺のそのおトイレドタバタ劇とかでちょっと惜しい場面があったらうわっとかちょっと声出ちゃうからそれで起きちゃったんだよで寝てんだああごめんごめん犬とごめん犬って言ってごめんねっつってもうちょっとケージからこう出してあげようっつってケージ開けて下にキャンキャンキャンってこうはしゃいでさわーわーってなってで俺のこの膝に飛び乗ってくんだよあーって。したらもう可愛いからさ、俺も、ごめんね、おこしちゃってって、お腹をこうさ、お腹をもうベロンって見せてくんだよ。ああ、犬だね。ごめんね、おこしちゃってって、お腹ぐらぐらってやったらもう、ウレションとんでもない量。ビシャ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 って、俺のもう太ももがもうビシャ、これ何普通のションベンじゃないっていうぐらいの量がもう。ションベンでしょウレションって別に。ウレションってションベンでしょあれは。ビシャビシャビシャって、めちゃくちゃ出てさ。だね。うちの子がまた多いんだよ、なんかウレションが。ビシャビシャビシャって出てさ、別にウレションだし、そんなに怒っても別に意味ないし、トイレできないとかで怒ってもあんま意味ないんだよね。でも一応なんか俺もさ、一応別にいいんだけど、ちょっと注意しとこうというかね。で、うちの家は犬に注意するときは英語なの。英語っていうかさ、なんか、ノーって言わなきゃいけないの、うちの家は。うちの奥さん、うちの奥さんの、が実家で犬飼ってた時に、実家でノーだったんだって。うわ、福田彩乃が同じことやってた。福田彩乃と一緒か。でもその犬に話しかけるときだけ英語なの。おーとか、イエーイとか。うちはでも、うちはもうでもあれよ。注意するときのノーだけ。ノーって。だから俺はまださ、言うたんびにその、恥ずかしいの。お前の、Hey、Google、OK Google じゃないけどさ、ノーが恥ずかしいんだけどさ、ノーって言ってるから、そこはなんか揃えないとダメでしょ、ああいうの。だからノーって言ってさ、そうするともう犬ももう、いや、みたいな顔すんだよね。分かってんのかな、なんか。いや、そっちがお腹さすったんじゃないですか、みたいな。いや、そうだよ。ウレションですから。そっちがやったんじゃないですかみたいな顔すんだよね。そんなのもう。いや、しょうがないです。こっちはだって無条件で出ますよ、おしっこもみたいな。そうだよね。いやいや、でも、一応さ、俺もさ、一応ノーって言わせてよ、みたいなさ。一応怒ってさ。で、太もも拭きながら、後半戦を見てて。したらもう後半はすごいんだよ。結構日本がさ、すごいんだよ。ペースを掴んでね、ガンガン攻め込んでボールもさ、キープしてしっかり余裕持って回して、惜しい場面をこう作ってさ、おー、いいぞと。俺も興奮して先も進むわ。すごい素晴らしいと。で、これもう勝てると。これもう引き分けこのまま 1-1 じゃダメだぞと。勝ちに生きるゲームだなんて日本中が思った瞬間ですよね、刹那。セネガルに点を取られるわけだ。ボーンと点取られてさ、ふわーと、犬を一回俺も下ろして、膝から、うわ、クソって、口を押さえながらさ、クソちょっと声出してさ、ふっせよー、マジかよ、やばいよ、やばいよ、負けちゃうよって思ってたら、本田圭佑投入ね、そこで。圭佑本田。我々同い年ですよ。まあそうだね。圭佑本田同い年の本田圭佑。確かにちょっと、どうなんだなんて言われてる時もありました、本田圭佑。俺も本田圭佑を疑ってしまった時もありました。大丈夫か、本田。なんてね。なんて。でも本田圭佑、やっぱりこういう時は本田圭佑しかいないぞと。って思ってたら、この大迫のクロス、こぼれ球、乾が折り返して、本田圭佑、ズドンよ。で、同点ですよ。それもあんま知らないか。いや、なんかまあ、点数しか知らない。そうか。で、同点ですよ、それで。で、俺も、うおーって、犬下ろして。一回犬下ろすじゃん、絶対。おんだーって一人で。犬と一緒に喜べよ。犬をもう一回置いて、いや、ほんだ、うおーいっつって、いやーってめちゃくちゃ興奮してたら、すごいおしっこ漏らしちゃって、俺が。何やっってんだよ。ウレション出ちゃってる。ウレション出ちゃって。後半ずーっと我慢してたんだよ。後半トイレ行かないようにずーっと我慢して、でも興奮してるから酒は進む。でもトイレは行けない。集中してるから。つって、もうパンパンの状態で、ケイスケホンダゴール決めたから、うわーつってやった途端に、長めの漏れ。この、微妙、微妙とかじゃなくて、うおー、ケースケホンダビョーあって気づいたらもう、びしょびしょそう。もう、澤部のうれしい音でさ。毎日汚ねえな。パッてもう犬見たらもう、してますやん、みたいな。顔してたよ、やっぱり。ひどいね。びしょびしょね。